小林健太。一時代のプロレスラーに憧れて小林健太はプロレスの門を叩きました。付き人として、そして尊敬するレスラーとして追いかけているような田中は次第に大きくなっていく、ある日見えなくなりました。それは小橋が自分にとってライバルとして隣に並んだ証拠。ヘビー対ジュニアではなく、世代闘争でもなく、ましてや指定対決でもありません。小橋健太とライバルとして、一人の男としてこの戦いに挑みます。今その覚悟のリングに健太が姿を現しました。ノアの中心に通じる扉の鍵は小橋健太が持っている。ノックではありません。この蹴りでその扉ごと叩き壊します。健太が今リングイン。1999年、オーディションを訪れた一人の青年に小橋の目が止まりました。付き人としてプロレスのいろはを教え、その背中で戦い方を教え、知らず知らずのうちに小橋の DNA はその青年に受け継がれました。しかしだからこそ小橋は健太を徹底的に潰します。上を目指すものだから、中心に向かうものだから、小橋は今宵大きな壁になります。かつて自分がそうだったように、その見据える先には付き人ではなく、そして後輩でもない一人のライバル健太がそびえ立っています。小橋健太対健太、2度目の開放日本武道館。ロゴが195ポンド、ケンタ覚悟しろ、ライバル小橋よ、ケンタ。裏がコーナー270ポンド、小橋ケンタ。かかってこい、ライバルケンタよ、小橋ケンタ。小橋ケンタ対ケンタの一戦がこの日本武道館で間もなく始まります。ヘビー対ジュニアではありません。世代闘争ではありません。そして指定対決でもありません。一人のライバルとして、その垣根を全て超えた戦いが今ここで始まろうとしています。2004年の10月9日後楽園以来、2度目のシングルマッチを迎えました。ケンタ対ケンタ、今そのゴングが効きました。しかし2人は動きません。今1歩2歩と2人がゆっくりと動きました。日本武道館から起こるこの小橋コールにケンタが鋭い眼光を浴びせました。さあ解説の高山さん、立ち上がり静かなものになりましたね。ここで初めてロックアップ。まずは小橋がそのケンタをロープに押しやりました。クリーンにブレイクするか、どうするか。あとローリングかわしたケンタ。まず仕掛けていったのはケンタでしたか、ね、抑えろ抑えろというアクションも見せました。普通あれはクリーンブレイクだよね、小橋君、ね。まあ、その余裕といいますか、ヘビーあるいは格の面でも小橋の方が上、しかし小橋の方から攻めていった。このあたりどういった心境を垣間見られますか。なんか準備中あったじゃん、いろいろ。あ、なるほど。ハイキック、あ、顔面チョップ、逆水平。その喉元、ケンタどうするか。フロントハイキック、もう一着、小橋は逆水平、これはかわして、あっと、やはりチョップが待っていた。ビッグバース、ハイキック一戦。今崩れ落ちたね。そうですね、小橋186センチのその巨体が、そして小橋の顔面を蹴ってきましたよ。まあ、普通でしょ、立ち上がった。しかしまあこの小橋というのは、まあ、もちろん皆さんご存知の通り、小橋の初めての付き人が健太。その真っ正に向かってこの顔面の蹴り。もう師匠でも何でもない蹴るじゃん。はい。それがその小橋が、健太が小橋をライバルとして見ているというところですね。
こういったところ、その頭を歩きつけていく、なんという挑戦がないと小橋が怒った、ここからです、怒りをそのショップに込める、健太が蹴りを放つ、さあ、そこでバックを取っていく、タイガースープレックス、いきなり、カウント2つ、健太がいきなりのタイガースープレックス。ね、いきなりだね、本当に。さあそしてこのモーションは小橋への膝蹴りを小橋が止めた。お返しは小橋健太。おっさんの健太のもう大人げないね。小橋ももう非常にその感情を抜き出して健太に向かっていきます。この序盤からタイガースプレックス、そしてこのきつい角度のハーフネルソン、脳天が下がった、ね、そうですね、受け身の取りようがないという非常な技が序盤から飛び出しました。小橋健太対健太、ゆっくりとそのダメージをかみしめるかのように両者が立ち上がります。この試合は指定対決ではありません。ライバルとライバルの戦い、健太が、そして小橋は健太を見つめる、視察戦が繰り広げられます、この日本武道館。もう一度コンタクト、フロントハイキックに圧、飛び投げからサッカーボールキック、その攻撃のために小橋と絶叫、前からおっと、この屈辱的なボール、まあ、高山さんもあのように片足でボールすることありますか。俺の物前だね今ね、だけど俺あんなに強く踏みつけないけどね。まあそのあたり気合い、あるいはその勝ち気なところが健太のその足に現れたのかもしれません。そして小橋を場外に蹴落としました健太。熱い血の流れる2人、健太と小橋、予想された通りチョップとキックの打ち合いとなりました。体格の差で言えばもちろんその小橋が有利ということなんですが、健太が活路を見出すとすれば田中さん、どんなところだと。スピードでしょう、スピード、うん、あー、そして顔面柵を乗り越えました。そしてこの健太のキックというのも、もうもはや押しも押されもせぬその代名詞になりましたね。小橋を掴んで健太がリングに戻しました。ここまで健太が若干有利に試合を進めているような印象があります、まあ、あの小林としてはまだ様子見てるのかもしれないです、ね、なるほど。しかし、まあ、その隙を与えないように果敢に攻めていく健太。さあここで何を見せるか、エプロンサイド断崖式か、ブレンバッサー打ち合いになりそうだ。捕らえる小橋、持っていこうという健太、取り返した、まさか断崖式でアンデソン、これを捕らえる健太、これを食らってはいけません。円錐の当たりにチョップ、試合時間もう5分を経過しました。エルボーから飛びついた、今小橋が右手を押さえました。ホイップしてきました。もう健太も相手が小橋となればなりふり構わず攻めていくという姿勢ですね。無茶するね。そうですね、まだ試合時間は5分を経過したところ、その痛めた小橋の右腕に健太が強烈なストンピングを落としていきます。この健太といいますとジュニアのチャンピオンです。81キロしかありません。体重でいうと34キロ差の小橋、しかしこの健太ですが 1.22 の日本武道館丸藤戦ではまた素晴らしい戦いを見せましたね。すごかったもんね、はい、そのあたりで非常さとそしてパワーを見せつけてくれました。その健太が、まあ、ここで右腕を一つ攻めていきました。これは剛腕への警戒、ね、あれ俺もやるけどさ、はい、それがアダットだってさ、俺脳天打ったりとかしてたんだけどね、ブレーンバスター失敗して帰って脳天にダメージ食らったんだけど、ああなるほど、そのバランスを崩したことがより破壊力のあるブレーンバスターになっちゃった、あもう完全にその右手右腕を集中的に、あーと一つ外して顔面を蹴っていった健太です。ここでカバーに入る健太、カウント一つで返す、このあたりは絶対王者たるゆえん、そのプライドもあります小橋。
いや必要なまでに右腕を蹴り込んでいくケンタ。ここで腕を取りました。珍しいね。そうですね、最近のケンタといいますと、まあ、このスピードそして蹴りを中心にしたファイトでしたが、ここはもうその小橋の腕をもぎ取っていこうという、まあ、このケンタなんですけれども、今日の試合一番欲しいものは何ですかと聞いたところ、とにかく結果なんだと、丸め込みでもいい、それは自分のファイトスタイルでもないかもしれないけれども、とにかく勝ちという結果が欲しいということを言っていました。そういった意味で、まあ、このまずは小橋のその腕を殺していこうというケンタ、かろうじて自ら打開していきました小橋。序盤としては苦しい展開です。そして今日の武道館には、まあ、世代交代、その世代闘争というシングルマッチが4つここまで並べられています。小川対力王は力王の勝利、田上対丸藤は丸藤の勝利、そして三沢対森島は三沢が勝利しました。そして迎えたこの第4戦、またも健太が小橋のその右腕を捉えました。しかしもうこの2人には世代闘争という言葉は当てはまりません。一人のライバルとして試合を戦っています。まあ、小橋健太が残した名言としては、小橋健太に世代交代はないということも言っていましたけれども、めちゃくちゃな言葉だね。現役引退するまで小橋健太であり続けるということを言っていましたが、そういった意味では健太も、まあ、そのジュニア、あるいはその後輩という枠にはとらわれないといった意味で同じような考えを持っているレスラーなのかもしれません。徹底的に腕を締め上げていく健太。高山さん、ここまで右腕を、まあ、その集中的に攻められると、ラリアットの威力というのはどうでしょう。かなり落ちるよね。あ、そうですか。まあ、前回この小橋と健太が対戦したのは1年5ヶ月前、健太襲撃7番勝負、高山さんも参加されましたけれども、そこで戦いました後楽園、その時のフィニッシュが剛腕だったわけですね。もちろんそこを意識しての健太ということなんですが、あ、ちょっと口の中が切れているようです。小橋バックからエルボー右腕健太、あーっとミドルキック、ちょっと小橋の右肘右腕が心配ですが、もう健太としては躊躇することはありません。どんな手段を取っても結果を残す。あっとアンブリーカー、小橋の苦しそうな表情。身長では12センチ、体重では34キロ、年齢では14歳。あっと小橋の太い腕が健太の首を後ろから締め上げていきます。アーチングラッシャー、そのまま持ち上げた、そのまま投げた、スリーパースープレックス。この辺りの小橋のパワーですね。もうバカ力だね、本当に。もうパワーに物を言わせて健太の81キロその体をぶっこ抜いていきました。しかしやはりその腕にはダメージがある。38歳、その健太がプロレスの門を叩くきっかけとなったのが一字違いのプロレスラー小橋健太でした。自分のプロレス界での憧れの先輩小橋の背中を追い続けた健太、その小橋と今日本武道館という大舞台でシングルマッチを戦っています。花道に持ち出した DDT、 試合時間は10分を経過しました。小橋がしきりにその右腕を気にします。先ほどのスープレックスから健太の動きが止まりましたね。ちょっときつかったんだよね。はい、ケンタは言います、ノアの中心に行くということを言っていますが、まあ、間違いなく今ノアの中心にいるのはこの小橋ケンタ。その小橋を倒さなくてはノアの中心にはいけません。あるいはその小橋を倒すことがノアの中心に行く近道かもしれません。さあここでロープに、ロープを使って支えつけた、ここでチョップがその首元に振り下ろされた。体を支えているのはあのロープの一点だけ、その衝撃は全て首のあたりに集中します。しかし、あるいはその右手のダメージによってチョップの、まあ、その与えるダメージも半減しているのかもしれません。右手が痛いだから左手でやるっていう脳はないんですかね、この人。あくまでそのこだわり、痛みに耐えながらも逆水平を打っていく小橋、耐える健太、ハイキック、チョップキック、
チョップを繰り出すごとにその右手のダメージを気にします小橋です。しかしこの小橋の鬼の形相、振り下ろした、両手のチョップを体ごと預けていきました。前回の対戦から1年5ヶ月が経過しました。その間健太は G1 ジュニアシングルのチャンピオンになりました。1年5ヶ月の間チャンピオンとしての誇り、そして経験が全く違うものを皆さんというがガーデンチョップだ。健太の顔面にチョップを下ろした。赤山さん、封印をしていたというこの顔面チョップ。封印だったの、はい、あまりにも危険だということで。あんた俺しょっちゅうやられてよ。俺がやってそれがあまりにも危険だということで、小橋は、その俺がいないときに封印するんだったの。俺がいるときから封印するんだったのね。高山さんが復帰される頃にはもうバンバン使ってるかもしれませんけど、ね、もうまた封印してって感じ。その封印をしていた顔面チョップを健太の顔面に落としていった。さあそしてこれは前回の対戦でも見せました拷問コブラ。この体格差がある中でのコブラというのはいかがですか高山さん。結構ね小さいとってね締めにくいんだよね。だからああやって足とかを持って、はい、さらにコンパクトにしないといけないんだよ。しかしこの大きな体に締め上げられるというのはもうこの健太の表情から見て押し量るものがあります。痛そうだね、首も取るというもう体が人間の日常生活ではありえないような曲がり方をしていました。いやプロレスは日常生活じゃないから。そうですね、プロレスラーだからこそそのプロレスラーたるゆえん。さあ小橋の、ああ小橋の制裁、健太が張り手で返していく。お小橋も張り手逆水平、もう一度健太の胸板が赤く腫れ上がってきました。石永レフェリーに制止されている小橋、立ち上がれるか健太。レフェリーさ、小橋の右手大丈夫かって気になってるんだよ。そうです ね先ほどから、まあ、それだけ健太がこの小橋の右腕にダメージを集中しましたが、やはり一発一発打つごとに痛みで顔を歪ませます。小橋足で迎撃は健太、セカンドロープからあーと顔面ハイキック、ミサイルキックかと思いましたが顔面にハイキックを浴びせてきました。さあ健太が何を見せるか、胸板のキック、どうから、これはスワンダイブ式が待っている。スワンダイブ背後からミサイルキック、小橋大の字、後ろからきついんだよね。全くその予想ができないから見えないからさ、どこいつ当たるか分かんないですね。相手がジュニアの体格であってもやはりそれはかなりのダメージになります。試合時間は15分を経過しました。小橋健太大健太、小橋が吠えた、腕を取った、これを待っていたかのように2位からローリングスマット。さあ健太が助走を取った、あ顔面体重を全部預けました。呆然自失小橋、健太が対角線いっぱいに距離を取りました。もう一度顔面、健太は徹底的にこの小橋の顔面を破壊していきます。あと10回ぐらいやんなくなるわね、あれ今はね。そうですか、うん、この攻撃です。こういうのをちょこちょこやるぐらいだったらさっきみたいなのを10発やった方がいいよ。はあはあはあ、ダメージとしても、うん、だってあれバカにするだけじゃん。しかしこの小橋健太の怒りに火をつけたようですよ。小橋はやられたものを10倍20倍にして返す、そんな小橋ですが、さあその小橋が足を捉えた、怒りに火をつけました。小橋の怒りの導火線、エルボーと健太のエルボー、首を掴んだ。さあ小橋がもうその力で赤コーナー、ここで逆水平、小橋健太は偉いよね。どんなに勝っても毎回お決まりのワンパターンで返すからね。
それだけ、まあ、小橋もそしてファンも待っているというこの逆水平。あ、そしてあーっとコーナーへのパワーボム。もう一度抱え上げた、高さがある、ぐるっと一回転、着点どうだ。カウント2つ返していきました。パワー、そして高さをゾンビに生かした、まあ、そのヘビー級ならではの攻撃を見せていった小橋健太。スピード時代からずっと共にしてきたその健太を今ハーフネルソンに捉えている。丸め込んだ、勝利の執念。カウント2つ、どんな手を使ってでも勝利が欲しいと言っていた健太。手下げりからバックを取った、ハーフネルソン捉える健太。ノアの中心に行くには小橋を倒さなくてはならない。ジャーマンがあるぞ、小橋、あとエンズ、ここでジャーマン投げっぱなし。小橋が起き上がった、すぐさまハーフネルソン返し、立ち上がった膝蹴り、小橋への膝蹴り、不細工の膝蹴りでしょ今。はい、それが、まあ、小橋選手に向けたもの、その特別なものということで、ブサイクルしてるじゃん、進化して小橋への膝蹴り、 あえて命名させていただきます。両者そのマットの上に大の字になりました。ヘビー対ジュニア、世代闘争、指定対決、そのカテゴリーを全て超越した2人の健太、ライバル同士の戦いです。30分の一本勝負、近づく2人、ハイキックをかわした、チョップでバックローかわした、膝へのドロップキック、低空で決めていきました。爆弾を持っている小橋の膝へのドロップキック、動きを止めた健太、赤コーナーに登っていく、あ、小橋がそれを捉えました。さあ雪崩式になりそうだ、何を繰り出すのか、小橋か健太か、蹴った、さあどうする、パワーで持っていくか小橋、いや健太が体勢を入れ替えたが踏みとどまりました、しかし落とした。カウント2つ、パワーの小橋を切り返してきました ね。さあそしてブサイクへの膝蹴り、間を打ちして小橋への膝蹴り、本日に2発目、カウント2つ、右肩を上げます小橋健太、まだ小橋を眠らせるには足りないか、ならば次の一手は何だ、健太首をかき切った、最後はワンツースリーの大合唱で終わりたいと語っていた健太。さあゴートゥースリープへ持っていこうというところ、小橋もかわした、おっと小橋を持ち上げて、そしてゴートゥーアウト、これは小橋が体重を預けてきました。不発に終わった健太、この辺りやはりその小橋のヘビーの体格というものがちょっとね、持ち上げただけでもう近づきちゃったね。そうですね、小橋は115キロあります、34キロの差、しかしその体重の差を感じさせない健太の攻撃です。右から左から、さあ小橋が崩れ落ちた、小橋の体を反転させる、カバーに入る、カウント2つ、試合時間も20分を経過しました。30分一本勝負の3分の2が経過しています。後ろから健太が飛び蹴りを食らわしました。さあ動きが鈍くなってきた小橋、健太が狙っている、あーと後頭部に膝、今ロープで挟まれすごかったね。あーそうですね、そしてこの助走を使って1回転、ダイヤット迎撃、小橋のカバー、健太どうだ、返しました、小橋は狙ったね今はね。そうですね、健太の助走を自分のものにしました ね。不意打ち、さあ立ち上がっている小橋、熱血、気合を入れました日本武道館。さあ小橋が
健太のバックを取りました。手をクラッチしている。まさかバーニングハンマー健太に食らわせた。バーニングハンマー成長した健太、ライバルの健太に出した答えはなんとバーニングハンマーでした。いやでもそれだけのことをしたと言ってんだね。ホーバーでも起き上がってきました。アーステルソンでも起き上がってきました。となればやはりもう残すところはこれしかなかった。あとやっぱり右腕を交差されてるからラリアットはあれ以上打てなかったわ。なるほど。試合時間は21分57秒。小橋健太対健太、このシングルマッチは小橋健太が大きな大きな壁となって立ちはだかりました。しかしそういうことはすなわち健太にはまだ追うべき背中があります。それはまだまだ強くなれる証拠。小橋健太は健太のまだ一歩先、二歩先を行っていました。しかしこの表情、痛みとともに何か充実感さえ感じられますが、いかがですか高山さん、この小橋の表情を見て。充実感なんて感じれるのかな、こういう時ね。もう必死だったんでしょうか。まあ、これは必死だったと思うよ。このカテゴリーあるいは指定対決というそのものの見方ではこの試合を切り取ることはできません。2人の健太が日本武道館緑のマットで21分という短い夢ではありましたが素晴らしい戦いを見せてくれました。